皆さんこんにちは。4月26日金曜日動画撮っていきたいと思います。一応今ね午前中の、10時半なんでございますが、やっぱりね浦和競馬、今回祭っていうのかな、まあ、30日から連続4日間行われますが、初日がね火曜日なんで、やっぱり番組登録馬今日出ました。一応今ね10時26分なんですけども、まあ、出ましたんでね、案内していきたいと思います。でちょっとめんどくさいって言ったら申し訳ないけど、あれだね、年号が変わると開催ってずれるんだね一応平成最後が4月30日で、令和一発目から、3日間と、まあ、とりあえず見ていきましょうかね。4月30日の分から、一応全、ちなみに今回戦の裏開けば開催4日間で、全12、計48ですね。まあ一応全レース入ってるんでよかったかなと思います。なんか面白いな。11月4日 JBC 裏は、開催山吹特別が、B2 の1400で B3 の1005、これが最終レースと。でその他、なんか、大宮協賛なのかな、やはり土産は埼玉推奨土産品でしょう。連休は大宮盆栽イベントに行きましょう。ダイヤモンド特別。あ、でもこれ JR レコールじゃねえな。JR レコール確か C2 じゃないはずなんで。道の区岩手、うまいもの増やしょう。あとは、4歳戦のあれがなしで、3歳戦がこれか。まあ、賞金はこれぞれ。で、2歳戦がなしと。で、開催の2日目が、メインレース第11競争。これですね。第57回白崎賞 S3 と。牝馬のオープン戦。で、木曜日の、開催3日目、メインレースが A1、A2 のハンデ戦。最終日の4日目が B1、B2 のハンデ戦と。で、その他、B3 クラスが1個ずつ。C1 が、各それぞれ、C2 がこれと。デザートは埼玉スイーツ賞か。なんか面白そうだな。道の区岩手の肉か。肉にお腹いっぱいに畜産物か。つまり肉じゃん。あ、そっか、確か、去年の7月、なんだっけな。確か、イースト、ウエスト、JR の3チームのガチンコ戦で、確か、矢野孝之氏が、勝ち星なしで総合優勝したときに、確か、どっかの変なババアに肉取られたってなんか話題になってたな。というや、だから、肉って今って強いんだね。俺はあんまり知らないんですけど。で、その他 C3 戦、最終日の4日目のみ、8レースはなんか、これが、C2C3 の判定戦か。バラの町、中国賞が入っておりますと。で、その他、令和元年スタート賞が1レースが一発目。で、その他、いろいろ入ってますね。今回さえ、最終日の4日目のみ新馬戦と。まぁ、ちょっと見ていきましょうかね。まず、銀ちゃんが出そうなレースより先に、あ、先行くか。じゃあ、B3 行こうかね。1400。何これ何これ調教師の記載ないの？あ、ねえや。何これ調教師いないのにどうやって走んの？なんか面白。なんか面白ってたら聞いてたかもしんないけど。こういうデータって出るんだ。で、ちなみに銀ちゃんいないと。で、もう一本の1400がこっちだ。あ、こっちにもいねえ。そうなると、1600はさすがに出ないでしょ。あの浦和の1600の外枠入ったら地獄としかねえかな。開催の、初日の B3 が1005か。確か前走銀ちゃんって1004だよな。だよな。じゃあ今回1005か。ありがとう平成特別。開催初日火曜日と。あ、いねえ。まさか？1006出すつもり？嫌な予感。1006に出てる。生身が。おがんじゃいけねえけどさ。いや、それ俺確かに月曜日今回あれ、開催 JRA でねえから。そりゃ水曜日だったら会いに行けるとは言ったけど、1600はねえよ。ちょっと待って。しかもフルゲート12に対してさ、22頭いいんじゃん。約半分が落ちんのか。しかも、間違えた、今、調教師名間違えたんだけど、元飯田幸男調教師の、なんだっけ、原光雄か。あそこのドリームエルダーもいるし、で、元橋光太騎手乗ってる矢野厩舎のタオルでスカーフもいるし、白山いるわ、ラバーズインメールは、パルパルプピオンいるわ。一番問題なのは ND ボタンでしょ。うわぁ、終わったなぁ。しかも白崎賞こっちか。結構いるなぁ。工藤厩舎のフラワーオアシスに、平山厩舎の親父の花道。あとはラーゴブルーか。俺が知ってるの。あ、北海道からタイムビヨンド来るんだ。しかもタオルでさ、スカーフダブルブッキングにしたんだ。ND ボタンこっち行け。こっち行けは失礼か。確かあの子今 B2 だよな。ND ボタンは。しか前走2着か3着入ったから賞金上がったはずなんですけど。NT ボタン。あ、まだ B3 なんだ。あ、そっか、7歳か。
しかもあの後一本船橋の短距離走ってるし。あそ。もうあそっとしか俺言うがねえ。ま、とりあえずこんなもんか。で、金沢からもエグジビッツって子がエントリーと。まあ、立川かどこまで使えるかわかりませんけど。サウスビグラスさんか。しかも北海道にいたのか。で、遠征して金沢の重賞に笠松ラブビーちゃん記念。で、プリンセスカップ、岩手の受賞もエントリーと。移籍したのは、去年があれなんだ、初めてなんだ。門別の平常中に去年移籍して、で、12月走った後、前走、休み明けプラス17キロで逃げて4着と。まあ、重すぎたんだろうね、馬体重472は。まあ、今回は遠征もあるんで、多分、みっちり絞りすぎもあれだと思いますけどね。まあ、面白そうかなと。そんなもんかなってわけで、あ、なんか、調教師名がないやついるね、フロイデとか。あ、これ、あ、こっちが。なんだろう、この調教師が無になってんの。気になるね。怪しげん厩舎にいたと。あれでも確か南関東とか北海道とかって外給制度があっても、あれ確か調教師に所属しての外給じゃなかったのかな。俺ちょっとあんまりそこまで詳しく知らないんで、申し訳ないですけど。あれか、じゃあこれからどっかの調教師のところに入給させるのかな。一応この子に関しては4月17日にレディーゴーか。ちょっと調べてみよう。俺確かツイッターで一人フォローしてる方が、確かあれだな、どの馬がにあの入給したり耐久したかっていうデータがあるはずだから。調べてみようかな。レディーゴー検索。最新版。ダメだ。このままレディーゴーでやるといろんなにあれが出るからめんどくさいな。フロイデにしとくか。しとくかって言い方よくないですけど。フロイデ、フロイデ。フロイデは。フロイデは。前走が。4月の16日、こっちも船橋か。多分船橋でやってる。どうやったら耐久で出てくるかな。シリーズクシリーズクシリーズク。字がわかんねえな。めんどくせえな。めんどくせえなっていうのもねかもしれないですけど。まあ、とりあえず尺は短めにさせたらどうかしますかね。このくだらないことに関しては。ない、わかりません、ごめんなさいってわけでございましてって感じですね。なんなんだろうね、この無印マーク。俺ちょこ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 出走エントリーバーやってきてるけど、これを初めて見たの、この無印マークも。しかも地味にここにオーラベガスエントリーしてるしまあそんな感じかなと。まあとりあえずこのレース、どの馬が出れるか、どの馬が危ないかだけいきましょうかね。まあ、ちなみに今回全部で22頭しかいないんで、まあ、白山フレンチなんかおそらく前走船橋行ってるはずなんで、出てこないと思うけど、まあとりあえず一応全部やってみましょうかね、暇なんで。アッカペン、ユッポラセット。まずアベーヌも、なんか名前は聞いたことあるの。前走4月の15。ああ、木蓮高泉やっぱりイタコか。なんか名前だけは聞く場合なと思ったら。まあ、出さないことはなさそうだね。中一周で使ってるし。まあ、中一周？中二周か、正式に。船橋から、中一周か。3月11日。まだこれ3月は去年でいいのか。3月の11日からだから、まあ一応中一周か。月曜日から金曜日で。まあ使わなくはないけど出てきそうか。一応逃げ線で打っとくか。で、同じく NT ボタン。こちらも前走、木蓮特別からもう一本走った組と。まあ9番人気で銀ちゃんから先着してるからね。悪くはないと思うけど。まあ一応予想はしとくか。で、3番がエフェル、何これ、間違えた。
だってこっちに。エフェル・デソンス。船橋の馬か。船橋しか走ってないんだ。移籍してきてからは。ああ、じゃあ無理に使う必要もないね。しかも今回これ、1000人の馬だけど、レース1006なんでね。多分出ないでしょう。4番がエメラルムサシ。これも船橋かな。そうっすね。これに関しては、まあ中1周ぐらいでちょこちょこ使ってる感じか。使わなそうでもねえけどな。まあ、1002、1006。ちょっと1006って厳しい気がしますね。一応ちょっと切ってはみましょうかね。で、輝きスマイル。なんか浦和の名前の気がするな。あ、川崎だった。失礼しました。一応前走4月5日川崎。この馬自身は、あ、もともと川崎にいて一回首切られて多いって戻ってきたんだ。あ、じゃあ少なくとも、再来週が確か川崎なんだよな。新しい騎士名鑑、新しい騎士名鑑、新しい騎士名鑑、どこだこら。あった。次走、確か多いと。あ、失礼、次走船橋ですね。で、川崎なんで、おそらくそっち来んじゃねえの、まあ、こっち来なくていいかなと思います。で、6番飛ばして、7番。グランディスカーブ。これ、あれか、薬物注射か。ちょっと2ヶ月ぶりか、約。1ヶ月ちょっとぶりで。まあ、前走1600逃げ切り勝ち。よくあれだね。真ん中の銃弾のところから逃げ切ったね。まあ、急馬身ぶっちぎると。こんなの出てきたらちょっと厄介だな。まあ、B さんか。賞金450万、プラス JRA でもろもろか。なるほどね。ちょっと怖い存在ではあるね。しかも国語教師が吉原いるときにするってなかなか珍しいですね。まあ、一応逃げれば面白そうだけど、外枠入って事故ってくれって可能性はありますよね。で、8番が KT 関とば。これはあれか、竹の内コムテンの馬かな、確か。確か KT って、あ、そうですね。竹の内コムテンだったんですね。確かグロリアとかいろいろいるはずなんですよ。俺が知ってる範囲だと、グロリアっていう子は確かいたな。あ、いたいた、この辺、この辺。あとは知らねえんだよな。この馬に関しては前走多い走ってんのかってことは連投になんだ。しかも走ったの昨日じゃん。走ったの昨日か。なんとも言いようがねえな。ちょっと除外にはしときましょうかね。そして9番がコスモウン。これ川崎か？違った、船橋だ。元北海道、浦和で、あれか、船橋組か。なんか出た、あ、でもこいつ短距離馬だね。ちょっと除外してみましょうかね。で、10番ゴールデンダイヤ。岩本厩舎。違う、あ、当たった。これは厩舎名刺で当たった。堺忍騎手か。前走川崎、船橋、川崎、川崎と。ああ、じゃあわざわざ出てくる必要ないね。あんたは帰れと。で、11番、ジョー・ウォルター。これ絶対あれだろ、国語厩舎だろ。そうだろうな。確か、ジョーってなんとかいたよな。ジョーリオンも確かこの手の騎士じゃなかったっけ？ジョーリオン、ジョーリオン。あ、いたいたいた。ああ、そうですね。やっぱりこれ、冠名ですね。前走、うわー、休み明けか。長期の休み明けか。こんなデビューしてから、こんな長期の休みねえな。2013年デビューしか、まあ2ヶ月、3ヶ月ぐらいの休みあったでしょ。半年ぶりの実戦になるのか。まあ、正式に5ヶ月だけど。うわぁ、怖え存在だな。まあでも逃げてガス欠するは後ろから行って伸びきらないわ。これはこれで面白いね。ちなみに、ゼノロブレザンクの話オペラハウスか。まあ、8歳馬だからね。別に出てこられたとしても痛くもかゆくもねえよな。で、12番がスペースファルコン。これは知らねえな。川崎なんだ。スマートファルコンさんとも言っておいて。前走川崎戦か。で、3着と。町田直樹氏あれか。じゃあ、少なく見積もっても、なんだっけ、2番目の馬。ND ボタンとダブルブッキングにはなるのかね、可能性的に。なんか面白そうだね。まあ、ローテーション的にもまあ、川崎しか知ってないんで、わざわざ来る必要もないと思いますけど。で、タオルでスカーフに関しては、まあ来週が船橋なんでね、地元走ればいいと思いますけど。ああ、まあ前走やっぱり船橋知ってるのか。3番人気で後ろから手伸びきれると。まあ馬体重マイナス1キロ。そんなに問題もなさそうですね。
まあ、ロジー的に以来の競馬。なんだろうな、期待はしたいけどね。まあ、JRA 交流も勝ってますしね、ちゃんと。まあ、交流って言ったらおかしいか。でも一応中央交流でいいのかな、って。まあ、交流上昇じゃねえけど、まあ、交流競争じゃ交流競争か。まあ、ちょっと気になるけど、まあ、おそらく地層の船橋でいいと思いますね、こっちに関しては。で、元飯田厩舎のドリームエールだ。もうこいつで B3 だったんだ。初めて知った。前走川崎か。じゃあお前も川崎だけでいいよ。ちょっと待って、これ水曜日だよな。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。水曜日だよな。ちょっと後で見とこう。で、白山フレンチ。これも来週の船橋でいいと思うんだけどな。あ、でも中一周で使ってるのか。だとすると中2周で地元で一気もしますね。ちょっと除外しましょうかね。で、16番がパルパルプピオン。この馬に関しては嫌い。なんかバカ力でペン売りそうだから見るね。パルパルプピオン。まあでも銀ちゃん任して以降2着取っただけで、あとはね、まあボコボコピオン、ボコボコで。まあ前走に関してはただ着順負けてるんでね、ちょっと痛いかなっていう気もしなくはないですけど。まあ先行してダメ、後ろから行ってもダメ。年齢的なもんでしょうね。まあ来たとしても問題はないと思います。まあ地元の馬なんでね、確かこれ。どこだっけ、重き？あ、小沢さんの方。じゃあ来ても問題ないっすね。で、17番のペプチドアルマは、川崎からの遠征か。前走川崎戦。ただまあ船橋多いと、まあローテーションに影響なければどこでも使えますよっていう感じの馬か。まあそうなると一応中3周にはなるんで、まあ出てきてもおかしくはなさそうっすね。え、そして18番が、名勝ザイル。これ知らねえな。川崎か。こんな中距離してるんだ。ちゃんと勝ってんの、この人。あ、去年7勝してるんだ。しかもこのうちの4勝がこの子っていう、なかなかの運ですね、この子。まあ、前走4月3日の川崎戦。まあ、でも川崎しか使ってきてないんでね。この街裏を走ったのが去年の4月。まるまる1年ぶりか。そうなると。まあ別にわざわざ出てくる必要もないと思いますね。あんたは帰れと。で、19番、ラバーズインメイ。三カモト騎手乗ったらちょっと痛いかなっていうのが本音かな。って言いたいけど、的場不明騎手なんだ。ここ筋肉層は。木蓮特別2着。前走札幌ビーロのモレスが13着と。なんとも言えないけど、まあ前走4月17日走ってるんで、まあ中1周か。まあ一応この街船橋なんで、地元でいいと思うんだけどね。一応ちょっと切っときましょうかね。で、立花さんさんは聞いたことはある。浦和の馬と。前々走 JRA 交流が3着と。その他は、あんまり記憶にねえけど、名前だけ聞いたことなんだよな。まあ、前走船橋の短距離戦行ってと。まあ、この町1000から1500。1600に関してはね、半年走ってないんで、わざわざ来る必要もないと思いますね。21番が調教師不明のレディーゴーと。まあ、前走船橋。どの厩舎に入るかわかんねえじゃんな。ちょっとそれが問題だと思うんですけど。まあ、このまま船橋の厩舎だとしても、まあ、来週船橋あるんで、いらない。で、最後は22番ロアノワール。こちらに関しては、船橋の馬か。で、前走船橋と。ただ、浦和の6連特別使ってんのか、こっち。じゃあ、出てきてもおかしくはねえけどな。4着か。どうなるんでしょうか。どうなるんでしょうかって言い方もあれだけど。まあ、でも、なんだろうね。どうせならやっぱり中2周で地元行った方がね、賞金面もいいと思うんでね、輸送地ももったいないし。まあ、かといって自分とのレース100%出るって保証もねえけど。まあ一応この馬蹴ったとして残った馬が、1番、2番、6番、7番、11番、14番、16、17と。まあ、少なくとも8頭ぐらいにまでは出れるんで、まあ残りの4枠は誰かが争ってくれっていう感じか。よいしょ。まあ一応ドリームエルダーはね、出るのを一応あれで入れてるんですけど、ドリームエルダー。ちなみにこの日の C3 戦どうだ？ C3、C3、C3、C3。あれ？いねえ。あれ？いねえ。あれ？しょうがない、こっちから行くか。
あ、3日目か。あ、そっか、木曜日に出るんだじゃん、お兄ちゃんの方は。あ、間違えた。番組登録しようか。妹が水曜日の12、兄ちゃんが木曜日の8ですと。C3 クラスで、あ、ハンデ戦取ったんだ。あ、じゃあいいんじゃねえの。ハンデ戦なら、あの子確かに、C3 クラスの下の馬だから。うん、ハンデで軽くもらえるしね。まあ、前走しかも、連投でね、成績ここ良かったから、うん、ちょっとは期待したいと思いますけど。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 とか。まあ、2分の1か。少なく見積もったとしても。うん、まあ、ギリギリってところかね。で、問題なのがあの子ですと。これ、あれなんだよな。兄弟からアタックできたら楽なんだけど。よいしょっと。はい、検索と。まだ出ないの？あの子もう半年走ってねえじゃん。どうなってんだろう。はぁ、あ。こいつ、カナダで一回パドック何かこう。パドックじゃねえ。あ？パドックでいいのか。パドックの何かぶっ壊してたしよ。くっそ、競争除外か。前走の除外理由俺知らねえんだよな。確かね、あの、化石競馬組合の人に聞いたらなんか馬体故障っていうの俺聞いたんだよな。まだ出ねえのか。まあ、しかも浦和に来て馬体重マイナスでずっと走ってたからね。まあ確かに1年ぐらい休んだとしても馬体重増加しては悪くはねえけどな。ってわけで、番組登録ば、第2回目、水曜日、白鷺師匠、こっちと。まあ問題は銀ちゃん誰乗るかなんですよね。まあ前走桜井康介乗ったらマジでぶっ飛びやがってバッカ野郎って感じなんですけど。まあだとしても買った俺が悪いからなんとも言えないんだけど。あ、痛い、腰痛めた。まあ町田直樹氏が間違いなく NT ボタン乗ったとした場合、問題なのはあの騎手なんだよな。若手の福原って騎手。あの騎手が銀ちゃんどこまで操ってるか。まあ俺としてはまあ勝ってくれれば誰でもいいっていうのが本音だけど。まあ個人的にはやっぱりツイッターにも書いたけど、福原舞か寺島優斗かな、個人的には。どっち1位にして、確かに1位福原舞にして2位寺島優斗にした気がするんだよな。どっちだっけな。俺もあの時ね、ね、なんか昼寝我慢してて眠いながらツイートしたから覚えてねえんだけど。福原舞、町田寺島森か。町田直樹騎手無理だろうな。ま、福原舞でも面白そうっすね。まあ、正直今回のあの、浦和の B2B さんがハンデ戦入ってないんで。まあ、でも NT ボタンがね、白鷺師匠の方行ってくれたら、あ、でも B3 クラスだから行けんのかね、ギリギリ。どうなんだろう。まあでも NT ボタンがこっち行っちゃえば町田直樹出れるんでね。まあでも個人的には福原舞でいいと思うんですけど。問題なら国語系者の馬がちょこちょこいるから。ここと。あとこれだっけ。この国語系者のが2頭いるから。まあこれ射程が乗ったとして。こっちが問題なんだよな。農研が乗るのか誰が乗るのか。まあ、橋本直は結構あいつ農研でしか使い物なんない騎手だと思うんで、この辺乗っといてもね、悪かないんですけど、まあどうなるか面白みかなと。まあもし、てかこれ水曜日の走るデータなんで、多分出走表が出るのは月曜日なんですよ。29日。そうなると、わし月曜日休みなしか。我慢しろ。まあ銀ちゃんが出れば、またね、簡易的な動画では申し訳ないんですけど、ちょっとね、出先でも、動画、予定表に、ね、作れるんでね、予想動画だけは。まあ、それ作ったとし、水曜日はしょうがねえから、浦和行くか。待って、俺、浦和競馬行くのマジでどんくらいぶりなんだろう。1年以上多分行ってねえんだよな。いつ行ったかも本当に覚えてねえし。マジで。まあ、大井はね、大井最後に行ったのいつだっけな。確かタミヤの、四駆あれのイベントの時に行った以来行ったっけな、俺。大井はね、イベントが多かったら、ふるさとコーナーがあるから行くんですけど、浦和は行く理由がねえからな、そもそも。まあ、ましてや、船橋も、俺、船橋行ったことねえんだよな。まあ、とりあえず今日日曜、今日金曜日なんで、なんか曜日の感覚来るな、ほんと。俺今日土曜日のテンションだったんでね。明日春天かと思ったら、あ、今日金曜日だと思ってね。今日あれか、一応金曜ロードショーコナンか。ん？コナンだよな、多分。
だからまあそれだとして、まあとりあえず今から、今11時か。うん、11時ちょっと前か。まあ午後ちょっと暇だから、大池ば遊びに行ってみようかなっていう感じはしますけどね。まあ大池ばだったら普通に、うん、ポッて行ってポッて行けるんじゃないかな。本当は川崎ばの方が近いんですけど、なんか大池ばの方がね、食い物、うまいっつったら川崎ばの食い物がまずいみたいでちょっと語弊になっちゃうけど、まあ川崎ばの食い物はね、うまいんすよ。うん、ただね、なんかなんつうの、腹持ちの良さができそうな、ね、大池ばの方が好きなんだよ。大池ばハンバーガーあるし、たこ焼きあるし、牛丼あるし、ケンタッキーあるし、あそこ結構ね、昼から一日最初まで行ってもね、結構食うのに困らないですよね、あそこは。言い方悪いけど。でもちょっと今から暇なんでね、大池ば行ってこようかなと思いますね。ってわけで、お兄ちゃんが、木曜日だっけ、開催2日目の8レースと。開催画面の8です。これか。あれ、ちげえじゃん。あれ、これ間違えた。あ、そっか、これがあれか。そうだ、これ。年号変わるから開催日も変わってんだ。最終日か。最終日の8レースだから。あ、これか。さっき言った B2B さんのバラの街のレースか。なるほど、なるほど。まあ、一応、金賞取り回して。19と、うん。まあ、やっぱり面白そうっすね。まあ、しかも、この中で俺、知ってる馬いるかって言ったら、まあ、工藤厩舎のブラックゼウスぐらいしか知らねえんだよな、ね。個人的には、クラデジャブが船橋だっけ？違ったっけ？あ、浦和なんだ。全然違った。全然違ったし、前走買って3着。前走買って3着か。やるじゃん。あとは知らねえな。エイシンギガントって川崎だっけ？ああ、そっか。ああ、この辺ぐらいかな。知ってるぐらいで言うと。シグラップは川崎？あ、船橋なんだ。確かシグラップってニコライもいたはずなんだよな。しかもこれすげえな。前走金沢。半年ぶりか。なんかどっかにシグラップニコライっていねえかな。いねえか、そんな。まあいいや。で、あとなんで、まあ行くとしたら水曜日は浦和行って、金曜日は川崎競馬にね、お兄ちゃんの応援馬券で買いに行って、ゴールデンウィーク中はぐーたらしましょうかね。という感じで終わりにしておきたいと思います。ではまた次回の動画で、手前に登録バーだけ書いておこう。せめて終わらせんならこっちの子で終わらそう。すっげえ偏見だけど。よいしょ。はい。というわけでね、まあとりあえずちなみに銀ちゃんのね、前走目連特別、どっぷり負けたぐらいなんでね。ああ、って感じなんですけど。若手に乗せんならやっぱり福原舞かな、個人的には。っていうぐらいですかね。というわけで一旦この辺で動画終わりしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。